ゆいがさんの事件もあれでしょ？捕まったんでしょ？よかったね、捕まって。神奈川県警ちゃんと仕事してました。やっぱ3ヶ月ぐらいかかるんだね。ねえ、やっぱそんなにすぐは捕まんないんだ、やっぱりね。 だから最初にみんな予想してたとこがやっぱり怪しかったってことよね、その元カノさん。で、やっぱ一人とかでやっぱりトランクとかね、運べないし、複数っていうのもあってたね。ただ他の配信者がさ、考察とかしてたかな。警察はそういうのも分かってたからね。時間がかかったんだろうね。まあ、妨害じゃないけど、ね。そういうのはやっぱ捜査には邪魔になるんだろうな。大変だったってね、記事になってたけど。まあ良かったんじゃないの？これで亡くなったね。ねえ、パイセンも報われんじゃないの？ただすごいよね、家族でさ、そんなさ。怖いよね。なんか北海道かなんかでもそういう事件なかったっけ？あのお父さんとお母さんが LGBT かなんかのさ、家族ぐるみでこう、殺人を手伝ったみたいな。鈴木のの事件にちょっと似てるのか似てないのかわかんないけど。ね、最近多いよね、そのね。なんかそういうなんか殺人の動機になるのはやっぱりね、怨恨って言うんだっけ、そういうの。お金絡みとか多いよね。お金絡みとか。結構殺人の動機になるんじゃないかなって。目覚ましテレビでやってんの？へえ。結構ね、ゆうがさんのこと知らない人でも結構なんかショッキングなニュースだもんね。玉川にスーツケースね。ネタ的には。ただ生きてるうちにね、一回は、コラボしたいねっていう話をしてたんだよね、パイセンとね。何回か会って、シャンパンとかさ、結構一緒に飲んだりする機会多くてね、5回ぐらい一緒に飲んでるのかな、私。それで、なんか、私のこと結構タイプみたいなこと言ってたんだよね。普通に可愛いとか言ってさ、デブ専か、ブス専か？だってあの元カノも結構ブスだよね、デブで。その捕まった人？そんなに綺麗風の人じゃないじゃん。海太郎ちゃんとも付き合ってたけど、殺した犯人は、結構ブスよね。まあ良かったんだよね。もうこれで解決だよ。もうずーっとさ、ゆうのくんとかさ、他の配信者を追ってたけど、毎日のようになんか考察中村くんとかさ。でも大体外れてたよね。金梅さんかなんかは最初に言ってたけどね。でもさ、なんかその最初に予想してた時に訴えるぞとか言ってたらしいじゃん。そうやって犯人はアクションを取ってくるんだろうね。やっぱね、そういうことに関して。そういうね、犯人扱いするっていうのを訴えるぞみたいな。他の配信者とかにさ、それで言えなくさすみたいな。それも捜査錯乱だよね。で、うちの泥棒の時もそうだよ。自分が犯人だったのに、私に電話してきてね。白井さんっていう人なんだけど、俺を犯人扱いしてってね、訴えてやるって同じだよね、言ってることがね。そうやって表に出てくんだよ。やっぱ錯乱させるためにさ、自分は悪くないみたいな。ね、意外とだから近くに犯人がいるんだよ。ね。ただ警察はね、やっぱね、そう関係性とかさ、やっぱり捕まえるときは時間がかかるからね、殺人とかはさ。
そう、みやびくんも疑われてたね。みやびくんなんて、もうとばっちりだよね。ほんとに。みやびくんが殺したとかさ、言ってた人もいたよね。みやびくんぶち切れててね。サイバーリカピーとかね。ほんとだよ。だいたいあの、付近にいる人はみんなさ、犯人扱いされたわな。だから配信者は、考察するのはいいけど、警察じゃないからね。ねえ、そうそう、自由なんだけど、やっぱり影響力あるよねって、そうさん。リスナーさんも見てるし、ねえ、やっぱいろんな嘘とかも拡散されるだろうしさ。あんまりね、そういう大きな事件の時は、ね、推測とか予想で話さない方がいいのかな、みたいなさ。ただ、お金とかでね、一回捕まって出てきた後に殺しちゃうっていうのすごいよね。ほんと、どんな心境なのか、その人殺しの心境ってわかんないじゃん。頭ん中でこいつ殺してやるってさ、思う時もあるよ。もう本当にムカつから、もうこいつ殺してえなと思うことあるけど、実際みんなやんないじゃん。だからその殺人者の脳みそってどうなってるのかに、私は興味がある。どういう頭をしてんのかな、みたいな。ねえ。私たちはやんないかな、何が違うんだろうとかさ、脳みそが違うのがね、やっぱりね。それとも私たちも殺人者になる可能性があるのかな。なんつうのかな、一歩間違えるとそういうなんかスイッチみたいのがあるのかな、みたいなさ。衝動的なものなのか、それとももともと潜在的に持ってるのか、後天性があるのか、みたいなさ。一線を越えちゃう？でも超えることがないじゃん。家庭環境とか関係ないんじゃない？ただお金で殺す人は多いよね。それで、あと、恋愛のもつれとかさ。だいたいそうじゃん、ニュース見ると恋愛のもつれ。ね、金銭のトラブルとかさ。だから、なんか理由はあるんだよね。理由をなく人を殺す人もいるじゃん、無差別とかさ。ねえ。ああいう人はすげえなと思うよね。なんで無差別にババってさ、人形みたいな殺しちゃうんだろう、みたいな。愛が憎しみになった時が怖い。じゃあ怖いね。ここにいる人たち、みんなに殺されちゃうかも。一歩間違えると。ここから殺人者がいっぱい出るかもね。私襲われて、みたいな。ねえ、今みんな愛してるでしょ、私のこと。これが憎しみに変わるってことね。一歩間違えると。それで怒らせんのよって調子に乗るんじゃないよ。そういうのを管理するのも私の役目だからな、調子に乗らせないっていうね。そうなの。